カーチスライト車のエアカー。問題があり、実用化されることはなかった。エアカーは空気を地面に噴射して、車体を浮揚させることで車輪を使用せずに道路を走行する車である。ホバーカーとも呼ばれる。2014年6月9日にアメリカのサンフランシスコで開催されたイベントにて、自動車メーカーのトヨタは、ホバーカーの開発に取り組んでいることを明らかにした。日本では、 戦後から高度経済成長期の間にかけて様々な児童向け雑誌が出版された。中でも21世紀の世界を描いた未来予想図などが人気を集め、宇宙旅行やロボットなどと共にエアカーが描かれていた。1961年、100年後の東京を予測した2061年の東京が楽しい4年生に掲載された。その中には、 エアカーに乗り込む2061年の人々が描かれている。当時のフォード副社長、アンドリュー・コッカーは、1950年代後半から1960年代前半にかけて様々なメディアに登場し、将来的にはエアカーが実現するだろうと語っていた。1958年にアーサー・ラ・ディボーによって書かれたコミックストリップ、クローサー・ザン・ウィー・シンクには、 コーカーの研究とエアカーの創造図が描かれている。ありがとうございます。